こんにちは。熊本のバスをつろうの Vlog の深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は市房ダムに来てみました。前回来たのが確か5月でしたっけ、およそ2ヶ月ぶりぐらいに来たわけなんですけれども、今この映像を撮っているのがもう10時ぐらいなんですよね。朝一どうしても釣りしたかったので、オープニングの動画撮らずにそのまま釣りしてました。で、しばらく釣りし終えたところなんですけれども、今日は結構曇り空で暑くもないので釣りしやすいんですが、なんか天気予報によると午後から雨が降るみたいですので、今日は14時とか15時ぐらいまでで、釣りを終わろうと思ってます。ではですね、早速朝市の釣りから、見ていただいてですね、でその後は香港に入ってまたバックウォーターの方に向かっていこうと思います。お、風が強いです。ということで、最後まで動画をお楽しみください。じゃあリベンジ市房ダム釣行開始したいと思います。まずはですね、バックウォーターの方に行こうと思うんですけれども、前回来た時と比べると1メーター50、つか2メーターくらいかな、1メーターから2メーターぐらいかなり減衰してて、前回来た時と見た感じがかなり違うので楽しみですね。前回来た時とだいぶ景色が違いますね。とりあえず今日は1本釣れたらリベンジ達成ということです。でもその1本が遠いんですよね。さすがにあんまり上にはいないんですかね。なんか行く場所もないですし、言うほど魚っ気もないんですよね。ちなみに今このポイントで水温が 21.3 度ですね。釣れました。マジで。20センチぐらい。今日つうかこれはさすがにリベンジにはならんっすね。
はリベンジ達成かな。よっしゃ。よし、30センチ弱ですね。M1 インスパイアミノーで釣れました。いやー、ありがとう。V まで来ました。ここからゲートをくぐってあちら側へ向かいたいと思います。サイズ。来た。よし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 。なかなかいいサイズじゃないかな。おお、いいサイズ。あ、ジャスト40ぐらいですかね。M1 ミノ。ありがとね。の下にでかいのめちゃくちゃおる。マジか。
わあ、でっかいのが追ってきた。ああ、バレた。さあ。ちっちゃかったね、今の。あれ？乗らん。めっちゃでかい。40アップが5匹ぐらいジョイクロにチェイスしてきたっす。しかし釣れない。バレた。来た来た来た。あ、バレた。くっそー。あー、久しぶりのバスだ。今からこの部位を抜けてバックウォーターまで行こうと思います。バックウォーターの水温が 20.09 度、かなり冷たいですね。まあ、多分ここで粘っても釣れないと思うんで戻りたいと思います。イチフサダムあんまりカバ打ち効かないですね。それなりにカバ打ってるんですけど全く反応がないです。
来た来た来た。よし、あカバ打ち反応ないって言ったそばから、カバ打ち反応あった。めっちゃ持っていった、もう。もったいね。やばい、船がやばい。やばい、ちょっとやばい、帰ろう、やばい、これちょっとやべえ。これはまずい。もうちょっと釣りしたかったんですけれども、本気でシャレにならないぐらい強い風が吹いて、操船できなくなってしまって、ていうかもう船が沈みそうだったんで、もう帰ります。とりあえず安全第一で帰ろうと思います。風が強くなってきたからですね、ちょっと早いんですけれども釣りを終了しました。といっても、もともと今日午後から雨が降るということだったので、早く上がる予定だったので、まあまあこんなものかなと。今日はなんとか朝一で、パパッと2本釣れて、で浮き桟橋のところで噴水ですかね、あれは噴水の機械のそば、で1匹いい方が釣れたのでですね、なんとか前回のリベンジ果たせたかなと思います。ただお昼前からですね、全く釣れなくなったので、それはちょっと残念だったのと、あと1本バラシがあったのでですね、今度はそれを取り返しに行きたいんですけれども、今年の市房ダムはもう今回が最後かなと思います。ちょっと結構遠いからですね、なかなか来たさないのと、あと9月とかになるとこう水位が減るんですよね。でボートが下ろせなくなるので、まあ、時期的に、今日が最後かなということで、ちょっと張り切ってやってきました。あ、そうそう、ちなみに今のスロープがこんな感じですね。前回がもうちょっと上まで水が来ていたので、スロープが前回よりも
さらに顔を出している感じなんですけれども、水位が減るとですね、もっとこの辺りももうぬかるんでしまってボートが下ろせなくなっちゃうんですよ。今日の朝一の水位を、貼っておきますので、よかったらですね、その水位を参考にスロープがどれだけ水に浸かっているかとか見ていただけたらと思います。ということで今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。